こんにちは。今回の例、吉谷さんの例はね、以前私がお話した例と同じですね。ちょっと2つ並べて説明していきます。1つはですね、私も経験するんですけども、速稼塾に入りたいんだけどもお金がありません。実はこれこれこういう詐欺に騙されてお金を取られちゃいました。で、こっちのビジネス行ったらいくら必要だからっていうんで振り込んだらそのままとんずらされちゃいました。なんとかかんとかっていうスキームがあるんで、それを購入したらそっちでもお金払わされて、でサポートが受けれませんでした。あっちこっちで騙されてお金なくなっちゃったんで、いや、久保さんのことは本当だと思うんですけども、親身にやってくれると思うんだけども、お金ないんですよ。なんとかお金がない私でもできませんかね、みたいな形ですよね。要するにインチキには何度でもお金払ったけども、でも久保さんは本当だと思うんですっていうふうに、本物にはお金が払えませんっていうね、この現象ですよ。これがね、何と一緒かというと、あの例の借金をした話ですよ。今まで人にお金を貸して随分騙されてきて全然返ってこなかったから、もう決めたんですと。人にお金を貸さないって決めたんですっていう人がいるとするじゃないですか。まあ吉田さんもそういうふうに思ってると思いますけども、でも待てよと。今お金を貸してくれっていう人は一回もですね、お金を、まあ、借りてですね、返さないっていう不義理を犯したわけじゃないのに、なんであなたの過去の経験上ね、何回も騙されてきたっていうそのツケを私が返すよって言ってる私が取らないといけないのってことなんですよね。今まで100人がお金を返さなくても101人目は別の人格、別の人なんですよ。だから一番最初の状態で話を進めていかなくちゃいけないのに、無関係な人間にもういっぱい騙されてきたから、これから出会う人に対してその自分の人生の負債を押し付けてしまうみたいなね、そんな判断は間違ってるだろうと思うんですよね。まあ、ですんで、まあ、私はね、過去にお金を貸したけど返ってくることがなかったから、だからあなたにも貸しませんみたいな、一見筋が通ると通ってそうでね、むちゃくちゃな論法は使わないですね。まあ、ただし今までね、お話してきたように、じゃあ10万円貸してくれって人に、10万円か、3000円なら貸してあげるよっていう風なやり方はするかなって思うってことですね。だからやっぱりこうね、あっちこっちで騙されたから、誠実なあなたにも騙された疑いをかけるよみたいな論法は一見筋が通ってそうだけども妙だなと思うんですよ。で、吉田さんが思ってる怒りの感情ってのはね、憎しみの感情ってのは私も似ていて、いや、たくさんの人に騙されてきたんでしょと。で、インチキな人にはお金払って、インチキじゃない人にはお金が払えない、まあそういう思考だからね、お金なくなってしまうんじゃないのっていうことなんですよね。で、常にお金を払うってことは信用してきたと思うんですよ。だからそのね、信用の向こうに詐欺がありますからね、まあ、信用しないことだと思う。信用するんではなくって、また別の概念でしょうね。それが必要なんじゃないかなと思う。だから今まで騙してきた人と新しい出会いとは全く別だよってこと、それが一つの別って考えですよね。それから信じるっていうのと別の概念が私たちには必要なんじゃないかなってことですよね。もう宗教なのに信じてしまえば、そこでもう思考は停止してしまうんで、信じることではないんですよ。じゃあなんだって言われると、ちょっとね、まだ概念としては言葉がないんで表現しにくいんですけども、まあ信じることではないかなとは思いますね。信じないことが大事です。いってらっしゃい。